はいえー、皆様おはようございます。私は武蔵野美術大学日本画学科の真島秀典と申します。えー、本日は武蔵野美術大学日本画学科の説明を行いますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、まずはですね、えー、専攻分野日本画となっておりますがまず日本画学科にこう入学して、えー 取得できる資格,資格ですね、えー。こちらにも示してありますように、えー、中学校教諭一種、美術、えー、教員勉強、えー、高等学校教諭一種、えー、美術、工芸、教員勉強、学芸員、えー、などがあります。えー、必要な、まあ、単位を取得すればということですが、えー、それの後にはですね、卒業後の進路といたしましては、 サッカー活動を、大学院進学、海外留学、学校教員や講師、学芸員、デザイン、アニメーション、ゲーム会社など、日本画を入学し,てしたあともです、ね、これは個々の学生によって希望する卒業後の進路はもう異なります。それと中学校校やや高校の免許や はですね、入った当初は,それ,ではそれほどではなくてもですね、えー、入学してからあるいは大学に進んでからでもあの教員免許を取得したり学生もおります、えー、制作しながら、えー、非常勤の講師をしているような学生もいるような状況があります、はい、そうしましたらあの早速ですがあの 1, 年次1年生からの授業の内容について説明させていただきます。 日本画基礎1日本画材料の説明になりますが、えー、例えばこちらに示しておりますのは、まあ、今年度の最初の1年生の課題ですね、えー、入学したばかりで日本画学科でどんなことから始めるかといいますとこれご覧のようにまあ生物モチーフになっているもの自体はこれは豆腐と昆布ですかね、えー、まあ非常に腐りやすいものと。 そうではないものとの組み合わせで、まあ、日常見たことのあるようなものではあるのですが、まあ、モチーフ自体をどう描くかということよりもまずは日本画科,科に入ってですね最初に触れる素材そういったものを学んでいくこうきっかけになってきます。でまずこう代表的な材料としての墨とすずりそういったものをこう扱いながらこれ描写していくそういう段階ですね。 でこれもモチーフとしてはあのこの場合はこういあのなんて言うんでしょうねイカのようなものですねこれ干してあるものですからすぐあの腐るようなものではないんですがそれ自体をこういかにこう描くかということよりも、えー、一年次でやっぱり体験していくこととしましてはですね新たな素材に触れるということ、えー、まあ墨であるところからその次の段階でいろんな材料に触れていくことになっていくと思います。 で少しずつか素材に慣れていく中でですねおそらく入学前に体験したことのある素材、まあ、岩屋の具だったりこの日本画を代表する素材っていうものはあの知っている方はご存知かと思うんですがより本格的にこう基礎的なことも含めてこう始めていくそういう段階ですね、まあ、まあ慣れていくとやっぱりその高校の学生の書きたい こうイメージっていうものがそこに加わってきますのでそこでににに徐々にこう慣れていいくととうことになります、えー、墨の表現ということは基礎の中でも重要な一つであるんですがまあそれと同時にですねやはりこう見る力を養うっていうのはあの大学入学前から皆さんトレーニングをされている方は多いと思うんですがあの写生をより丁寧にしていくということこうしっかり観察して。 えー、そういったものをこう描写していくということを改めてこう取り組みながら、えー、あた新しい素材にも触れていくということになります。これがですねあの墨を使って写生をしているのではあるんですがあの墨そのもののこう素材感を生かすだけではなくてですねこう腕の動かし方とか要するにこう筆を どのように動かししてて表現いいくかという、そういったトレーニングも含まれております。ですからいわゆる下書きをして水彩絵の具で描いていくというのとはまた違ってですね直接筆そのものでこう描くようなそういうトレーニングをしているところですね。 1>, 1年生の課題というものは、まあ、日本画の基礎ということですので、えー、突然こう自由なその創作活動が始まるというよりも、えー、こういったようにこう少しずつモチーフに慣れていくということを皆さんが見られているような、えー、植物であったりとかっていうものもこう実際にこ,うこれですと近くの植物園などに行ってるわけですが、えー、そういったところで写生を繰り返しながら次の制作のアイデアを考えているところですね。 あの小平周辺というのは比較的自然に恵まれておりますのであの近くの自然公園や植物園などあのその場にあって、えー、実際に行ってみてそこからこう制作していくことがあります。これも風景制作の課題ですねですからあの水彩画に慣れている学生がですねあのその経験を生かしながら、まあ、あの今できる表現というものをこう 取り組んでいいいるようううな、そういう作,作品だと思います。これもですねこれ実際に見るとあこんな場所かというところですがまあ当然これは描かれた作品ですので、えー、その学生自身がこう感じ取った材質こういう日本画の材料の特色を生かしながらこう独自の視点でそういったこういう道路の何気ない一場面を いろんな素材を駆使して、描かれた、そういう意味では、優秀な作品だと思います。はい、これも風景制作ですね。はい、これも引き続き。まあ、ご覧になってわかるように、いわゆる。同じような、要するに、課題自体は風景であっても、もう。個々によって、もう一年生の段階から。より独自の視点で、という意味では。 あの自由に制作できるような環境というものはあの日本画学科の特徴であると思います。こういったような何て言うんでしょうねやはりその個性がよく生かされたような作品だと思います。はい続いて2年生になりますが動物制作ですか。 作品の大きさが、まあ、徐々に大きなものを体験することによって、えー、体の動かし方であったり材料がどれぐらい必要であったりということも含めてやはり大きめの作品が多くなってくると思います。これは、まあ、苦手な人はあれかもしれませんが実際に動物園に行く以外にも、えー、っとこういう爬虫類というかあ実際に、えー 動物をあの借りてきた動物をアトリエでじっくり観察してこう描いているところだと思います。で公表というものは、まあ、制作ごとの課題ごとの公表というものは、まあ、入学してから、まあ、卒業まで、まあ、慣れていく、まあ、重要な機会であると思うんですが自分の作品をこうプレゼンテーションしていくということどういう意図で描きたかったのかそれを、まあ、先生方と こうディスカッションしながら今後にこうつなげていくようなそういう機会だと思います。動物もいわゆる写生的なものから、えー、それぞれが描きたい動物を通したこう創作というものがですね、えー、それこそこう歴史的な作品をこう参考にしてしながらとかまあいろんな発想でこう制作に取り組んでいくということだと思います。 うん、これも確か実際にこの豚の場合はこうどこやはり借りてきたものを実際に描いて、まあ、その写生をもとにしてもうその,あのその学生の視点でこう一つの作品としてまとめ上げているというそういうことです。え写生とはまた違ってきますが。 こちらは、えー、衣装ということですので、えー、割と日本画を代表するような装飾的な表現に必要な、えー、金箔であったり、えー、その他の技法はですね特にこう作家の先生方とは別に専門の職人さんに来ていただきましてその材質についてのご説明や、えー、実際のこう使用方法などを体験するそういう授業になっています。えー、ですからまあ 写生的なものとは違ってですね、まあ、衣装とということですか、デザイン的な要素と、そういう装飾性みたいなものを、その個別の解釈でこうイメージして、一つ作品を作ってみようという、そういう課題ですね。はいえー、まあ、これなんかはハングル文字ですから、まあ、学部の中でも留学生の方は、えー、今、現在は結構何名もおられる状況ではあります。 えとですね、古典模写古典模写というのはですねあの日本画の学科においては非常に重要な授業でしてそうは言ってもですねこれ一年中古典模写に関わっているわけにもいきませんが学年ごとにこう絵巻物を描いたりその時代を代表するような古典絵画を実際にこう見るだけでなくてこう描き写していくことでその時代を その作品を理解していいくという非常に重要な機会とななっていますなかなか本物をそのままというわけにはいきませんが、えー、大きな絵巻物の中のある部分を選んでそれぞれが可能な限りこう写し取っていくということですね。ですからまあ模写にはいろんな方法があるんですが完全にこう再現するようなものとある程度作者創作者という視点で その技法をそのままトレースしたり、こう体験していくような方法と、こういくつかの方法で、えー、学んでいくようなそういう授業になっています、はい。次は筆についてですが、こちらもですね、あの先ほど白の話ができできましたけれども、あの日本画における描画材というのはですね、えー、水彩やアクリルに対応する以外のその岩絵の具その他の材料に適したこう筆というものがこう時代とともに ご表現方法に対応できるように工夫されて作られてきていますので規制、えー、の筆というよりも専門の職人さんがこう画家とのなんていうんでしょうかこうディスカッションの中でこう作り上げてきた筆そのもののそれをどんなふうにしてこう作られて,ているのかというものを実際に拝見しながら筆を作るようなそういう授業です。 次か三年次まあこれも最初の例としてはこれ古典模写ですがこういう例えば先ほどの絵巻物を模写するものと違ってですねこれはですね憲法に描かれたものですので。 えー、それが中国からこう渡って日本にこう移ってきたものがそれこそ日本の床の,の間やいろんな様式に合わせて代々伝わってきてるようなそういうこれは「紅白腐葉図」という作品なんですが実際に憲法に筆やこう絵の具を使って完成させてですねその後はですねこれもう右側のこういうブルーのこう標語をする部分もこれは自分で好きなものを選んで。 で最後まで仕上げていくような非常にこれも大きな作品ではないんですがあの日本科学科ならではの授業だと思います。これももう写をただ写し取るというのがですねやはり古典絵画に対するこう意識がそこからまた広がっていければという機会でもありますのでこの学年のこう年度ごとに1回ぐらいは行っている授業になります。 先ほどの、えー、といわゆる絹に描いた後にそれをこう裏打ちしたり押し上げていくようなそういう作業です。海、え、外、ー、実習のこの身体制とドローイングというこちらも、えー、そんなに昔からというものではないんですがこれも日本科学科独自のこう授業としてよく知られている授業ではあるんですが。 モデルさんもいわゆる固定のヌードモデルさんに来ていただくだけではなくてですねまあ時によっては舞踏家の方であったりとかまあいろんな体を使った表現をされている方をこう描いていくとで最近はですねあの作者自身が要するに学生が描く立場からどういう体のことをこう意識していくのか考えて制作していけばいいかなというようなことを考える機会になっているそういう授業になっています。 いわゆる、まあ、これもドラッグ委員の方ですからあの今男性女性そういったいろんな構成の問題に対しても考えるようなそういう機会にはなってるんだと思います。まあ動いているモデルさんを描くということでやはり動き続けているこう身体をどのように捉えていくかというものがですね今まで考えてたものからよりこう解放されてこうどういう解釈をして 考えて制作していくのかというのをう考えるそういう体験しながらの授業だと思います。まあ、どんな授業でもですね最後はこういったように好評会一、まあ、人が自分が制作経験について体験したことをこう報告するのをですね、えー、先生方に公表していただくというそういう機会です。 風景もです、ね、まあ身近な風景もそうなんですがまあ,あの最近はコロナ禍でなかなかこう遠方まで出かけるということがなかなかできなかったんですが、えー、やっと最近になってどちらか決まった、まあ、日光に行ったりあ伊豆に行ったりということで年によっては違うんですがその場所でこう写生をたくさんして描く機会ですね自然について考えるという意味では、まあ、自然の中に入って 水田についいいて考える、るそういう機会でもあると思います。これは、まあ、講師も同時に参加しますのであの作家である先生方も実際に書いて夜にはこう作品を見せ合いながらこうディスカッションをしたりするそういう機会ですね。 古、えー、美術研究旅行というものも学年の決まった時期にこれは行われているわけではないんですが、まあ、学部生大学院生含めてこう有志で年によってまあタイミングの合う時にい,いわゆる京都なら以外にもですねこういろんなところにこう行くそういう機会ではあります。 ですから場所としてはかなり沖縄方面に出向いたりということもありますのでかなり遠方まで行って現場を見てくるとということですね。もう3年次になってくるとですねもう非常に自主政策というのがこう重要な機会になってきますのでそれぞれが自分がどういう方向でこれから絵を描いていきたいのかっていうのがより問われるそういう学年です。 でこの時になってきますといわゆる今までの経験だけではなくてよりそ,のそれぞれ一人一人のオリジナリティが問われるということになってきますのでいろんなパターンの作品が出てきているんだと思います。素材もでですすね1,2年3年3にわたってこう基礎的なここととから始めることを始めめるるをんですが まあ最終的にはこう自身が使ってみたい表現に必要なこう材料をどのように選んでいくかということになっていきますので、えー、卒業年度に向けてはだいぶそれぞれの工夫によって作品のスタイルっていうのが変わっていくと思います。これですとちょっと大きさも分かりにくいんですが卒業制作に向けて実際にかなり対策になってきますので。 その対策に合った表現内容といいうものでそれぞれが模索していってっるんだと思います、はいまあ4年次になりますと、えー、制作といたしましては、えー、最終的な卒業制作に向けて前期からこう自由制作画としての自分の作品をどのようにこう進めていくのかというのがより問われているような非常に重要な時期になってきます。 まあ、その手法もですねより個性的な、えー、それぞれが模索した成果をどのようにこう表現できるかというの意味ではあのいろんなタイプの作品が出てきております。素材もですねいわゆる、えー、最初あの学んできた基礎的なそういう素材からですねよくにその表現に合った素材と技法と。 いろいろさまざまな手法が試されながら、自分の作品スタイルをこう今作り上げているところだと思いますね。こちらもまあ見た目でわかりませんけど、かなり巨大なそれこそ縦が2メートル50センチぐらいあるような作品ではあります。まあこちらも、まあ、卒業制作ですが、かなり大きなものですね。これ書いている作人が見えてますけれども、高さがやはりサメットル近くあるような作品ではないでしょうか。 これたまたま立てて描いてますけれどもあのご存知かと思うんですが日本画の材料の特性上ほとんど寝かせて描くことが多いですので、まあ、アトリエの雰囲気としてはこう寝かせながら描くという意味ではあーイーゼルがあるアトリエとはちょっと違う雰囲気かもしれません。これも制作風景ですね。どちらかというとこのように,こう上に画面の上に乗って描くようなスタイルがあの珍しいというよりもこう割と基本的なスタイルかもしれません。 これも対策です。形式もいわゆる平面というよりは伝統的な様式をアレンジしたようなこういう屏風状の作品であったり音やこう映像などと組み合わせたような作品も出てきてきおりますとはやはりイラストレーションやアニメーションが得意な学生などはこう日本画材料を使,使用しながらですねこの対策に挑戦するようなそういうケースもあります。 これはもう卒業制作の発表展示ですが、まあ、学内展示の中ではそれこそ部屋を一つの部屋の中でのインスタレーションとしてですね照明から見え方のすべてをこう考えたそういう展示を取り組むことになっています。これも一見デジタルをそのまま拡大したような作品に見えますがこれも相当高さとしては2メートル5 0ンチぐらいある。 大きさのものもをです、ね、あの日本画の材料をあえて使用して完成したようなそういう作品です。まあ、モチーフといいますかテーマとしてもこう日常からさまざまなあのものが、えー、題材になっている一つのケースですね。はい、ご覧にになっても分かりますように 写生をこう重要視したような非常に伝統的な作品からあの現代的なこうアニメーションのようなものを作品に取り入れたものまでさまざまなスタイルの作品がえあります。まあ、多少年ごとの傾向はありますけれどもまあコロナ禍のさまざまな世界の状況を踏まえてどういったものに関心があるのかということもこう制作のモチーフを選ぶ上でもこう重要なきっかけになっているんではないでしょうか。こちらも部屋全体を使ったインンスタレーションですね これも色彩が美しいですが、かなり大きな作品です。まあ、線を解釈したようなものなどは、そういう日本画の歴史の中からこう受けたインスピレーションを、自分の技法の中に取り入れているんだと思います。これはかなりスケールの大きなインスタレーションですが、絵画、で要するに日本の様式といいますか、これなんとは、まあ枯、枯山水の様式などを現代的にこう工夫したような、そういう作品ですので、あの砂などが部屋一面に敷き詰められたような、 迫力のあるそういう空間だったと思います。日常の風景ではあります。けれども、日本画材料と言われるものを駆使してありした,した上でですね。こう独自の色彩感覚でこう。現代的な表現を行っているような、そういう作品ですね。これも大きな作品です。大学院まで一応ざっとこう作品を紹介させていただきますけれども、あの大学院になるとですね。えっ、ー、と課題というものはこう。自分で研究計画を立てながら。 その1年間、あるいは2年間を終了どういう形で終了するかというのが、まあ、本人に問われていますので自分、まあ、一人一人がどのようにこう2年間の生活政策を機関として生かせるかというのがもう一人一人問われてることだと思います。まあ、政策に関してもより自分がやりたい方向性をですねその機会に何とか見つけ出すという意味ではかなりいろんな実験もしてるんじゃないでしょうか。 あと特徴といたしましては日本語学科ではですねあの近年こう3年ぐらい前からゼミの制度を取り入れてますので、えー、各自、えー、それぞれが政策に取り込む以外にこうそれぞれ他の学生たちとこう共有しながらです、ね、この作家の先生方と何かディスカッションに取り組んだりあの外に行ったりということではあのより刺激を与える機会というものがあると思います。 卒業政策もそうですがまあ2年経つとすぐに終了政策ということなんですけれども大きさも含めてまあ表現内容との関係をその人自身が集大成として今後どのようにう歩んでいくかというのをその作品を通してこう残していくそういうい機会だと思いますねどれも大きな作品ですこちらは留学生の作品ですけれどもあの留学生が近年多いということがですね、こう日本人の学生にとってもそれいろんな刺激になって あの勉強熱心な学生も多いですのでのとても良い環境になっていると思いますはいこのようにないわゆる平面というものを超えてですねまあ巨大なインスタレーションで、えー、積極的に取り組んでいるような学生も多いですこう少し何年か経っている卒業生もですね積極的に、えー、卒業後いわゆる終了後もですね活躍しているという話をよく聞きますので、えー、そういう意味では とてもここでの経験が生かされているんではないでしょうか。これもも風景ががわからなないのでですすとて大き作品入試の形としましては、まあ、ほとんど公開されているばかりですがあー最近鉛筆デッサン6時間着色写生6時間というのはこう新しくなったことではあるのですが、えー、年ごとのまあ出題内容によって描かれてくる作品というものは。 変わってくると思いますので、まあ皆さんが一番気になるところではあると思いますがあまりですねこの近年のいわゆる合格者作品の傾向みたいなものを読み取りすぎると逆に何て言うんでしょうねそういうのがこう見えすぎちゃうと少し難しいこともあるかもしれませんのであ,のあんまり傾向と対策よりも 逆にどんな出題に対しても対応できるような基礎的なデッサン力であったり創作に対する個別の感覚というものはあの練習しておいた方が良いんではないでしょうか。試験がまあ試験の形によって出題や時間が変わりますけれどもご覧のように、えー、とイメージがより問われているような何かものだけ描ければいいような形よりはあの個性が問われているようなそういう出題。 に、ね、なってると思いますはい外国人の方に対してもあのー、実際にこちらで書いていく作品もありますので資料として残してあの持ってきていただくポートフォリオ以外にもやはり描写力のようなものは問われております。で,で一通りえっ、ー、と、えー、入学試験の形を含めて、えー、日本語学科の、えー、紹介は以上になりますので。 学科説明をこれちらで終了しますのでご視聴ありがとうございました。